いやー、刹那圭介だよ。今回チャンネル登録者1000人キャスに、1000人キャスチャンネル登録者1000人突破、ありがとうキャスにお越しくださってありがとうございます。とうとう1000人、4桁です。いろんな方いらっしゃいでございます。もう来てくださる方がどんどんコメントでおめでとうございますって来てる。おめでとうさんって来たりね。いつも実況楽しく見させていただいております。本当おめでとうございますって来てくれたり、初見ですっておめでとうございますってありがとうございますです。初見の方まで来てくださって。最近ニコ生の方ばっかり読むんで、週1でキャスの方久しぶりにやったなって感じやけどね。まあとりあえずチャンネル登録者1000人おめでとうございますということで、ありがとうございますなんです。おめでとうの後にありがとうって自分で言うとけんね。まあそんな感じでチャンネル登録者1000人なんだよこれ。ああ実は言うたらチャンネル登録者1000人キャス始めた方がいいけど、別に 何かやることあるわけじゃないよ。とりあえずノリでやっただけなんです。はい、ありがとうございます。いろんな方が。まあ、そんなわけで、とりあえずやることないんですよね。チャンネル登録者1000人になったからといって、なんかやろうって思っとったわけじゃないんでね。とりあえず、せっかく来てくださった人のために、右下にあるように、ついでに質問に答えていきたいなと思いまして、チャンネル登録者1000人記念、視聴者さんのコメントに返していこう的な感じで、実況キャスとかやらないんですか？実況キャス、俺、姉の毎週、週に一度ね、実況の収録生放送を読んで、実況キャスとかやらないんですかって聞きたいんだ、言うんだったら、ニコ生の方を見ようぜ、ニコ生。ニコ生やいよんじゃ。てか、明日もやるつもりなんで。毎週生放送やいよんですよ、土曜の。夕方6時やね。明日は6時でやる。やってますんで、キャスではやりませんが、まあ、またおめでとうございますってコメントあって、ニコ生、ウラル知らないんじゃ、そんな残念です。てかね、もう、生放送の時間になって、初めてはだいたいタイムラインに URL が流れてくるんで、それを見てくださったら結構です。それよりもニコ生の方、会員登録しとるかっていう問題のような気がする。はい、そういうことです。タイヤ組について語ってください。タイヤ組って何？タイヤ組？タイヤって車のタイヤとかそういうんよね。タイヤ組？組って何？で、それともタイヤ組っていう、グミ、お菓子のグミ。タイヤの形のグミがあるんですか？俺知らんねえ、最近。そういう、何十円とかで売るよ。車のタイヤ味。タイヤ味なん？味？味って何？味って何ですか？車のタイヤ味のグミって何ですか？俺自動車専門学校なんでね、タイヤのことはよく知っとんですけどね。あれを味にしたらあかんと思うわ。まずいわ、これ。吐くよ、これ。吐くよ、うぐいす、平安京は。またおめでとうございますってコメントありがとうございます。ゲロまずいらしい。それをなんでチャンネル登録者1000人突破記念ってやいよときに聞くんですか？聞くタイミングおかしい。おかしいとは思うんやけど。どういうこと？プレイアカなんで見れます。プレミアムアカウントってことね。ツイッターにネコ生 URL 流れますか？流れるんですよ。放送始まってちょっとしたら、ちょっとっていうか、始まった瞬間に流れるんかな？明日の、夕方の6時スタートの予定なんで、その時に流れると思いますんで、流しますから。うん、俺ならやってくれそうだからで、ね、どういうことなんだ。いやーもう、ここなんかさ、もうなんなんそれって、センスないな、コメントやけん。だいたい1000人突破きありがとうキャスって言うのにね。その時は質問でそれ来られてもね。鼻くそ味のグミはとか言っちゃったよ。そんなグミ当てたまるか。誰か買うな。誰も買わんな。さすがにこれは。そんなフェチないわ。フェチな。
それを好きって言ってフェチって言うんか変態やろ。ダメだね。そんなグミダメだね。もう日本人の感覚、味覚センスがおかしいなってきた。あるんじゃ。鼻草味のグミとか。アホちゃん。それ作りよう人、アホちゃんって思うな。言っちゃ、あかんやろけど、アホちゃんやな。初めてです。こんにちは。こんにちは。チャンネル登録者1000人突破記念ですわ。いやフォロー、サポート通知しました。ありがとうございます。サポート通知って何や。ツイートしたら、いちいちツイートしてくれるやつな。いや、通知じゃないわ。まあいいや、通知やな。あ、俺が通知したら、それを全部、なんか通知してくれるやつかな。ん？まあいいや、まあいいや。クソマズでしたね。鼻クソ味？鼻クソ味。そんな買わんでもいいや。もうクソマズってことはもう目に見えとんのにな。設計さんがキャス始めたら通知が来るんです。ああ、そうなんじゃ。いや、だから俺キャスそんなにせんと思うんやけどな。最近毎週、さっきも言うだけど、土曜に定期生放送をやるんでね、ニコ生の方で。だからまあ、キャスの方はあんませんからな。こういう雑談の時はこっちかもしれんけど、ゲームの収録生放送とか、生放送でゲームやるんだったらニコ生の方かな？今はもう。完全にニコ生の方で、ゲームはニコ生の方でで、記念のキャスとか雑談とかやるんだったらこっちみたいな、キャスみたいな感じですね。はい。ある意味珍味。その話はもうやめませんか。チャンネル登録者1000人突破記念じゃないですよ、もう。何度も言おうけどね。初見です。いらっしゃい。初見で1000人のところを見たわけですな。ケイスケさんの声、大好きです。ありがとうございます。俺、滑舌悪いんやけどね。滑舌悪いんやけど、1年ちょい実況やって、滑舌悪いねって言われたこと1回ぐらいしかないよな。なんでだろう。どうやら面白くなれますか？あ、それちょっと、いい質問やけん答えておこう。俺の考え方としてはまず面白くなるっていうのは面白いものを知ることから大事ってよく言うわね。じゃあその面白いことを知るっていうのはどうすればいいかっつったら、そうやね、まあギャグっていうのはね、常識っていうものを覆してこそ笑いを取れるもんだと思うんですよね。なんかすごいこと言い出したけど。まあ要するにあれなんですよ、常識ってものを、頭の中に入れておいて、その常識をぶち壊すような発言しとったら、それなりに面白い。やっぱ、まあ、うん。あと、センスを磨くっていう言葉あるけど、センスを磨くってどうしたらいいんやろうっていう思う人はおると思うんですけど、それは経験ですね。経験で、基本とか常識っていうのが頭に入ってきてたら、おのずとセンスっていうのが磨かれていくし、引き出し点があるんですよね、ボキャブラリー。いろいろな言葉を知っとったら、その場にあった一番最適な言葉っていうのがポンって出てくるもんなんで、やっぱギャグとか、ギャグの能力高めるんだったら、ボキャブラリーとか言い方とか、引き出しを増やすんが一番いいでしょうね、それは。じゃあ引き出し増やすんはどうすればいいかっていうのは、いろいろなものに触れていくって感じですか。それがギャグの能力を上げるというか、まあギャグだけじゃなくて、いろんな能力を上げるにつながってくると思うんですよね。なんか俺すごいこと言おる。自分の方が滑舌悪いんで、人のこと言えないです。あ、そうなんだ。けど俺は思うんはさ、滑舌悪いから実況を取れませんとか、できんだろうな、人気出んだろうなって思っとったんがもう間違いなんだよね。滑舌悪いんだったら滑舌悪いなりに頑張ってみるってことも大切だと思うし、だいたいお笑い芸人やって滑舌悪い方多くおるわけですよ。それでも人気ある。つまり滑舌悪くてもそれを補うものがあればなんとかやっていけるって思うんですよ。だから滑舌悪いからといってゲーム実況の人気でんだろうなとか、そういう考えんでもいいと思うし、むしろ滑舌の悪さを利用するとかさ、そういうのもありかもしれませんね。はい。弱点を逆に長所に変えてしまったりね。バックステップの神様すれば面白くなるよ。
あれはもうさ、多分年季が来とって、多分もう受けへん、受けへんよ。受けへんと思うな。バックステップの神様、新しいに作るか。バックステップの神様の次にサイドステップのメガニミっていうのはもうすでにあるけど、さらに第3のなんかは作らなあかんね。うん、面白いには賢さも必要なのね。あ、そういうことです。結構受け取れるような笑い芸人の中には早稲田とかそういうすごい頭のいい大学卒業した人とかいますから、やっぱ発想っていうのは賢さ的な部分もあるんかもしれませんね。うん、そういうことですね。何いいこと言ってんですかしょうがないやろ、しょうがないやろ、もう千人キャスなんですよ。真面目なこと言っていいでしょう、もうそういう場なんです。てかあなた、さっき鼻くそ味のことを言いといて何言っとんですか、お前何言っとんですか。フロントステップの神様、フロントステップの神様でただのステップだなんか面白みにかけるな。とりあえずステップなんかなバックステップとサイドステップやったけん、なんだろうね、後ろと横終わったけん斜めしかないよな。斜めって英語でなんて言うんかな。斜めね。クロスステップか。クロスって十字架やけん斜めではないけど、あ、でもクロスステップでかっこいいな、響きが。いいかもしれない、それ。使おうかな。クロスステップの何々って。なんかあるぞ、クロスステップ。あ、なんかいい子、いいかもしれん、クロスステップ。なんか合うかもしれんな。で、神様って来て女神やけん。今度暗黒的なもん。クロスって来たらなんか暗黒的なイメージが来るけん。悪魔か？クロスステップの悪魔ー、いいかもしれんな。まあいいや。鈴木さんってホラーゲーとかよくやっていますけど、ホラーは得意なんです？苦手なんです？あー、どっちかって言ったら得意というか、あんまビビらんタイプっていうか。なんか俺ホラーゲーとかあんま反応薄いんですよね。いやー、あんま怖いって思うこともどっちかって言ったら少ない方やけど、反応怖い、本当に怖いって思った時の反応も少ないよなだから正直動画であんま反応してないんは、本当に怖がってない時の方が多いんやけど、本当に怖がっとる時もあるんですよね、実は。エフレメントがちょっと怖かったな。なんでホラーはそんなに問題なくできるんですけど、反応が薄いだけで怖がっとる時もたまにありますねあのゼロとかそのあたりも多分やったことないけど、やってもそれなりにいけるんじゃないかな。実況でやるつもりは今のところないけどね。こんなの節計さんじゃない。いや、俺やってね、ボケるときと真面目に語るときもあるんですよね。いやー、っていうかね、俺の中のネタ、一流のネタ勢の定義にね、ボケるときはもうすっごいボケるけど、真面目なときは真面目にやるっていうことがね、一つの定義としてあるんですよ。ただの記事がいいなら誰でもできる。ただそうじゃなくて、ちゃんとするときはちゃんとするからこそ、ふざけたときの、なんかふざけた感が面白いっていうのが一流のネタ勢だと思うんですよ、私は。はい。ティルトですね。ティルトって何？ティルト？なんかのキャラクターですか？ティルトって。ティルト？ティルト？初めて聞くけど。何それ？ちょっとグーって、ヤフってみようか。あ、俺グーグー使わんタイプなんで、ティルトって調べてみよう。チョルトになるよ。ティルトね。ティルトって何？ティルト、ティルト、ティルト、ティルト。あ、傾けるの英語ってティルトっていう。ああ、チルトとも言うってあるわ。ああ、そう、なるほどね。多分、チルトが一般的に日本語として、日本語というか外来語として使える方で、ティルトっていうのは元って感じかな。なるほどね。チルトカップってあるもんな。そのチルトもこっちから来たんかな。傾けるなどの意味。
傾けるなどの意味や。斜めではないんこれ。え？どういうこと？あれ？傾ける。ん？傾きやけん斜めみたいなもんか。あのそういうことか。オッケー。暴れん坊のサンタクロースでーす。このギャグだ。よう思いついたな、俺。いや、あれか。替え歌で思いついたんやな。ジングルベール、ジングルベール、こっしんに来るー。他にはあるよね。暴れん坊のサンタクロース。人の家に舞い降りた。あばべべんどんどんどん。あばべべんどんどんどん。逮捕されるな、これ。このサンタクロース、逮捕されるな。家の中に勝手に入ってきて暴れようやんや。あと、暴れん坊のサンタクロースってあるけどね、自分の中にはね、甘えん坊のサンタクロースとかも、癒しん坊のサンタクロースとかあるけどね。そっちはまだ、キャラクターとして作らんと思うけど。ネタ勢の中のネタ勢だ。ありがとうございます。まあ、俺よりもすごい人なんか結構おると思うんやけどね。まあ、その中でも、切磋琢磨してどんどん磨いていきたいネタ。ネタ。振り返ってみたら確かに俺結構ネタたくさんあるなって。自分でも言うもなんやけどもあるな。最近、ライアーの企画のやつで、モンキー・ジョーとか出てきちゃうもんね。モンキー・ジョーモンキー・ジョー。これいつか役立てるな。何回使えるな、これ。何回使いたいな、これ。設計さんがかっこよく見えます。あ、俺元からかっこいい人間やけん。それは言い過ぎか。モンキー・ジョーモンキー・ジョー。なんかふざけた後に、こう、モンキー・ジョーって入れただけでも面白くなるような気がするね。顔出しはやらん、顔出しは。残念ながら顔出しはやらんね。そやね。顔出しはあれやわ。顔出しはチャンネル登録者5万人突破記念の時にやろう。今から決めておこう。うん。チャンネル登録者5万人記念やね。あれだね。うん。それぐらいチャンネル登録者増えてからじゃないと俺顔さらす自信ないわ。あ、ただ、実はあるんですよね。顔出しといっても、まあ、サングラスかけた状態でやけど、一応体全体出とる動画が、実は俺の動画に、俺の動画ではないな。俺の友達が出してる動画やけど、一応あるんですよね。まあ、頑張って探してみてください。自分で言ってる。それは自分で言うたから面白くなる。同感。同感点はもしかして顔出しに対してかな。5万人になったらね。5万人になったら、ちょっとだけやるかな、ぐらいの。うん、そうくらいにしとこう。センスがやばいよね。ほんとよく一瞬で思いつくな。いや、ほんと降りてくるんですね。こう言ったらなんかすっげえ腹立つような聞こえがするかもしれませんけど。正直なんか、状況でポーとひらめくんですよ、ほんとに。ほんと、マジで。考えて思いつくよりも発想でポンっていうひらめき系なんでしょうね、ギャグっていうのは。リス受けの俺が何読んだって話だけどね。かっこいいんでしょ。ああ、俺モテたことないもんな。告ったり告られたりなんか俺の青春にはなかったもん。かっこよくても告る告られるってない人はないんやな。関係ないか、まあいいや。5万とかすぐ行くでしょ、わらわら。あ、そんなに簡単に思っとったらあかんわ。そんなに簡単に思っとったらあかんわ。舐めたらあかんわ。そういうさ、チャンネル登録者的な。簡単にチャンネル登録者が増えとったらね、多分俺今頃10万ぐらい。そんなにないや。それはないわ。それはないけど。いや、ほんとね、チャンネル登録者5万とかすぐに行かんよ、普通に。行かんと思いますよ。せいぜい来年の今頃に5000いっとったらいい方かなぐらいの。多分そんぐらいじゃないんすかね。5万。いかんだね。いかんね。そう簡単にはいきませんよ、5万は。
2、3年かかるんじゃないかなと。ああ、そんなにポーンって増えたら確かに嬉しいけど、なんやけどね。5万は簡単にはいきませんわ。うん。顔出しではタイヤグミ食事を希望。いやいやな、そんな。おお、俺が顔出ししたときにそんなタイヤグミなく売っとると思うか。売ってそうな気がする。まあ、売っとったらそうしようかな。覚えとったらやけどね。タイヤグミよりもすごいのが出てきてそうやけどね。正直。タイヤグミ。タイヤグミに味のバリエーションが増えとってね。ドリフトとかですり減った後のタイヤのグミとかにあった。そんなマニアックなんだね、もう。顔出しで。あ、それはあかん。鼻くそほじったらあかんわ。それはあかんわ。うん。チャンネル登録者1000人もすごいことだよ、ね。すご、いいのいいが抜けとる、すごことだよ。全然いかない。いやー、そう言うたで、あなただって結構チャンネル登録者増えとる方じゃないですか。独力ですからね。マメさん特に誰かと絡んで、コラボとってのチャンネル登録者増えるっていう理由とか、そういうのないような気がする。まあ、そういうこと。線からググッと伸びる謎の法則は、ああ。なんかそれ、ようみんなが言いよるけど、本当にあるんだろうかって感じですね。なんか、チャンネル登録者が1000超えたら、そっからどんどん増えるようになってくるみたいなこと言おうけど、本当にある？そんな甘いことある？って。いや、1万超えたら、1万もあるんだったら面白い人だろうなってぐらいでチャンネル登録する人はおるかもしれんけどね。1000から？まだ想像つかんね。まあ、これからね、これから。それより俺さっきのクロスステップのやつがすごい気になるんやけど。気になるっつうか、ちょっと頭に残ったんやけど。クロスステップの悪魔ー、ま、考えとこ。採用は近い。クロスステップの悪魔ー、なんかもうちょい、ずれたもんが欲しいな。ずれたもんが欲しいわ。なんだろうな、バックステップの神様、バックサイドステップの女神、ちょっと伸ばしとんよな。クロスステップの悪魔、何か言い方でなんかちょっと違いをつけたいな。バックステップの神様からのサイドステップの女神からのクロスステップの悪魔、奇襲やなこれ。奇襲やなこれ、奇襲かけたんだ今ので。まあこんな感じになるんかな。なんか、どうこうしよったら、キャスの残り時間、あと5分になってる。25分も経っとったんだ。早っ。喋り続けたらもうこない時間が早立つ。早立つわ、なんか。年取ってからのババアの体感のスピードみたいやな。3点ターのご老人。3点ターのご老人。ああ、そういう発想いいかもしれん。三点ターンのご老人。お、昨日見た。三点ターンのご老人を昨日見た。どういうこと？ああ、足二本に加えて、杖で三点ってことか。杖いらんのちゃう？ターンできるぐらいって杖いらんのちゃう？その老人。案外足腰強いじゃない。若いうちに鍛えとって正解だったパターンのやつじゃないかな。どうなんだろうね。3点ターンのご老人、3点ターンのご老人、若いうちに体を鍛えて3点ターンを繰り出すぞ、3点ターンのご老人。あ、なんこれ。何のネタなんだこれ。もうなんかお題をくれたらそれを面白おかしく言ってみようみたいな感じのことができそうやな。コンティニューコインありがとうございますやけど、実は俺キャスそんなに1000タイプなんで、多分このコンティニューコインは必要ないものと終わるだろう。そしてこのワークは
今回のキャスはこの枠で終わるつもりなんで、コンティニューコインなんか使うわけがない。コマや頭使うわけがない。残念です。仕事してますか？あ、俺大学生なんですよ。バイトもしてないな。バイトぐらいするだろうって一般的には思うだろうけど、してないよね俺。大学生です。ちなみに今年で卒業ですね。2年生で今19歳、まあ、20歳になって卒業というすごい区切りのいいね。ちなみにもう内定はいただいておりまして、働き口っていうのはもう決まっとる感じですね。そういうわけです。バイトしなあかんね。やっぱり自分でお金稼いで、まあお金のありがたみとか、働く接客の技術とか身につけなあかんね。そういうことです。成績はどうでしたか？成績って何の成績かな。これは専門学校の成績なんか、その入社試験の成績、何の成績です？お笑い芸人？違う、お笑い芸人じゃなくてネタ勢です。お笑い芸人じゃないんですよ、ネタ勢なんです。ちょっと違うね。あ、大体一緒か。名前がちょっと違うくらいかな。真面目くん。お笑い芸人って聞かれた後に真面目くんって言われた。まあ俺本当なんかボケトークか真面目なんか分からんタイプでしょとか言おったら、あと2分切ったよ。質問したい方はもう早押せんかったら閉めますよ、閉めますよ。次あたり最後の質問になるかもしれませんよ。誰も来ないな。コメント来ないな。いろいろおめでとうございます。キャスおつおつおつです。というわけで、まあ次の質問来たらそれ返答したら終わりぐらいの時間になってきたら、あと1分半切りました。とりあえず今実は収録してまして、これは動画にアップするんですわ、 YouTube にね。あー、いい質問来た。実況始めようと思ったきっかけで何ですかっていうのはね、あ、 YouTube で有名な頭文字 S から始まる実況者さんに憧れてです。みんな知ってる人です。最近チャンネル登録者は20万超えましたね。あの人に憧れてです。パンツの色は 何色やったっけ。今何色やったっけ。黒だったわ。よっしゃ。というわけで、まあ今回はあと1分切ったんでここで終わりとさせていただきます。質問終わり。はい。というわけで、まあチャンネル登録者1000人ありがとうございます。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーワゲ。